ラーバリアンサラティティティラステデバーバリアンサラティティティタバーバリアンサラティティティラステデラスティスラスティスラティティタいやだからいろんな考察されてるけどジャスティスだな。バーバリアンサラスティティティラスティディバーバリアンサラティティティタバーバリアンサラスティティティラスティディラスティスラスティスラティティラララララ最後なんて言ってんの？これ結構海外の方からリプランがよくめっちゃ結構来るんですよ。俺ツイッターのリプランで最後なんて言ってるんですかって。海外の人からしたらモンスターって聞こえてる人もいるらしくて、モンスター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 。ちょっと申し訳ないな。うん、最後4回モンスターって言ってないって言ったら、最後は、マイ、ウォー、ラスティス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 。ラスティス、ラスティス、ラスティス、ラスティス。これはスペイン語なんじゃないかみたいなさ。スペイン語ではありません。俺のね、10秒で考えた呪文です。即興ハミング、即興ハミング。いわば適当です。はい。いわば適当です。はい。3月ぐらいに、進撃の巨人ファイナルシーズン。ファイナルシーズンのこの話が来た時に、アニメ制作チームから、こういった曲を書いていただきたいですっていう、ね、それが来たんだよ。それは、神聖かまってちゃんで例えると、光の言葉。光の言葉が、地上の全てを吹き抜けないで言っちゃうのだ。黒い卵。うん。そうそうそう。光の言葉と黒い卵みたいな壮大な曲が、作っていただけたら幸いですみたいな。夏休みあたりから、俺さ、お茶爆ソングってやったじゃん。あれは、お茶爆ソングは、あれ僕の戦争のコード進行だからね。あれ実は、僕の戦争なんですよ。ピアノでも、実は、ね、この今回僕の戦争が発表される前に、ピアノ配信でも、俺のサービスです。伊佐山さんにも言われたことあるよ。のこさんのツイキャス、たまに見てますって。伊佐山さんと俺のなんかやっぱ、作品性やっぱ通ずるところはやっぱあるなっていうのはやっぱ本当に思うし、進撃の巨人をね、昔から読んでてさ、俺さ、伊佐山先生はもともとさ、やっぱさ、逆に思っててくれてて、それ、俺が今言ったことを思っててくれてて、ね、第一期、進撃の巨人の最初のアニメのオープニングを、コンクリートの向こう側へにしたかったって言ってたぐらいだからね。だから、俺は、だから、進撃の巨人、今回も書かれて本当に光栄です。進撃の巨人のファイナルシーズン。これを、神聖かまちゃんにやってもらいたいですって来た時に、
俺まず思ったのが、え、レボさんじゃなくていいのって3年前さ、あの進撃の巨人第2期のエンディング、エンディング決まった時に、それでなんかその打ち上げ、アニメの打ち上げみたいなとこで俺レボさんとなんか結構話したんだよ、レボさんと。うん、結構話したんだよ。え、めっちゃいい人だったんだよ、レボさん。レボさんここにいて、レボさんに、レボさんの隣にいんのが、ね、僕です、これ。ね。レボさんともいっぱい喋ったし、俺対バンしてくださいとかめっちゃ言ったよ。あの、レボさんと僕はね、あの、仲良しになりました。アニメが、来年のいつまで放送されるってことは、俺は知ってんの。あくまで俺の予想として聞いてくださいね。ファイナルシーズン、その1、その2、その3、その4って、絶対あると思うんだよ。レボさんの曲を聴きたいもん。ここぞって時に多分、絶対リンホラー来るんだと思うよ。カバー動画とか、そう、こういう、なんか、めちゃくちゃ、俺結構見てる。カバー、すげえカバーされてんだけど、いや、すごいね、本当にね。うん。いや、ほんと、センキュー、センキュー。またいつかこういったカバーを紹介する配信もやりたい。日本語歌詞が最後に来るんだけど、僕の戦争。あのね、ちょっとね、あの、日当たりでちょっと途中まで聞いてください。帰り道をなくした風景ゆ、やけこやけさかさまに、結構時間泣き出すチャイムとたんたんとほっとじてて、帰り終わらせないって書いていいよ、今だけは線路沿いに消えちゃったなのかな、来年もまた咲いてなんて、帰り道を終わらせないって、夕焼け小焼けさかさまに、お楽しみに。俺とりあえずそういったフルサイズ、フルサイズお楽しみに。僕の戦争が聞けるっていうのは、そのタイミングはあーやっぱり NG フェスです。あ、お楽しみに、お楽しみに。まずは NG フェス、 NG フェスで全部聞かせるから。 I'd like to say thank you for everyone. I hope you will enjoy Attack on Titan Final Season.This is my last word.